こんにちは。ルリレールです。今回は、リクエストいただいた E231系 均衡型を作りました。この動画のコンテンツです。各チャプターへのリンクは概要欄をご覧ください。E231系は、老朽化した通勤型電車。均衡型電車の置き換えのため2000年に登場しました。 JR 東日本が車両の設計を一から見直した低コストでコスパの E209系、E217系に続く新系列電車です。同一形式で通勤型、均衡型に対応できる初めての一般型電車です。車体は混雑緩和を図り、裾絞りの幅広車体が採用されました。また、列車情報管理装置 TIMS を初めて導入した形式です。立行、ブレーキ制御、出庫点検、空調の全自動制御、車内放送、ドア開閉など、ほとんどの電気指令が TIMS で行われるようになり、配線が大幅に削減されました。均衡型は、2000年3月から、小山電車区に115系の置き換えのため配置されました。近郊エリアを走るため前照灯は遠くから見えるようにおでこに明るい HID が設置されました。また踏切事故時の安全確保のため先頭部には衝撃吸収構造が採用されました。車内設備は長距離運用を配慮してセミクロスシートやトイレが備えられました。翼足ブレーキがついているので北内でも、オバステでも、立川路でも安心です。2004年からは、2階建てグリーン車、サロが組み込まれました。ルリレールの車両は、宮山の U505 編成をモデルにしました。栃木のお友達のために、小山車両センターの編成を選びました。それ以上のこだわりは特にありませんが、つま面が特徴的な川崎重工製を作りたくて、たまたま見つけたのが U505 編成でした。宮山編成の特徴を意識して作りましたが、横骨編成も含めて、いろいろな資料を参考にしているので、U505 編成と違う部分が多々あるかもしれませんが、多めに見てください。小山の U505 編成は2000年6月に製造されました。車外スピーカーの準備工事をしていないので、上部の緑の帯が切れていないのが側面の特徴です。1号車のクハ E230-8000番台です。構図型の偶数向き制御車です。先頭部は衝撃吸収構造になっています。セミクロスシート車です。ルリレールでは窓の2本の縦算でセミクロスシート車を表現しました。クーラーは時期により違うようですが、ルリレールでは AU725A にしました。2号車のモハ E230-3500番台です。ロングシートのモハ E231 とユニットを組む中間電動車です。実車は補助電源装置、空気圧縮機などを載せています。セミクロスシート車です。3号車のモハ E231-1500番台です。セミクロスシートのモハ E230 とユニットを組む中間電動車です。VVVF インバーター装置は当初、2レベル IGBT の SC59A を載せていましたが、今は SC112 に更新されたんでしょうか。起動加速度は通勤型より低い 2.3km 毎時毎秒でしたが、これも今は違うのかな。ファンタグラフは PS33B です。4号車のサロ E230-1000番台です。2階建てグリーン車の中間付随車です。乗務員室、業務用室があります。サロのクーラーは容量の小さい AU729 を2台乗せています。5号車のサロ E231-1000番台です。2階建てグリーン車の中間付随車です。トイレがあります。
6号車のサハ E231-6000番台です。トイレがある中間付随車です。7号車のモハ E230-1000番台です。モハ E231 とユニットを組む中間電動車です。8号車のモハ E231-1000番台です。モハ E230 とユニットを組む中間電動車です。私の好きな熟練房車です。9号車のサハ E231-1000番台です。床下を表現しないルリレールでは7号車のモハ E230 と外観を区別できませんでした。10号車のクハ E231-6000番台です。宇都宮型の奇数向き制御車です。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、評価、コメント、よろしくお願いします。Twitter のフォローもよろしくお願いします。